札幌競馬10レース札幌スポニッチ賞芝 1200m 3歳以上2勝クラスの勝者16頭が出走します。この時間風が収まってきました。微風やや日も陰っています。2コーナーの枠入りは順調で最後は16番ゲートにガリレイが誘導されてふんわり収まります。16頭ゲートイン完了スタートしました。15番アールラプチャー好スタート好ラッシュを見せます。アールラプチャー先頭に立って追って9番ミエノワールド2番手6番ジュビリーヘッド3番手4番手グループに8番グッドワード11番大勢トレンディ直後10番ダノンハイパワーこれをかわし16番ガリレイが外から上がっていって内は7番のホーリーラインと1段です。このグループに14番ロッティーピークも続いて中段よりも後ろは12番ラストリージョ内並んで2番のモンファボリモンファボリは中段やや後ろのインコース外は13番のバクストゥームで3コーナーに入っています。後方4投目が5番コスモカッティーボさらには押し上げる3番トーテンウォーリア1番のボイスオブジョイの後方から2投目600を切って最後方4番雪のファラオ前半634秒3でこれから4コーナーのカーブに向かっていきます。15番アールラプチャーが先頭リードは1馬身外から大勢トレンディとガリレイが押し上げていって内は6番のジュビリーヘッド4コーナーカーブ広がって直線コースへと向かってきます。15番アールラプチャー先頭コーナーワークスリードは2馬身2番手6番ジュビリーヘッド3番手は16番ガリレイ200を切って馬群の中馬群をさばいてモンファブリ内から7番ホーリーラインで残り150です。アールラプチャーを今度は6番ジュビリーヘッドが捉えて先頭に変わった3番手ようやくモンファブリ上がってくるか先頭は6番のジュビリーヘッドゴリ15番アールラプチャー200で2番モンファボリ最後3番手に上がったように見えました。今馬の首筋をポンポンと叩いて祝福ジュビリーヘッド横山和夫騎手です。215番アールラプチャー粘って混戦となりかけた3着争い2番のモンファボリ3着優勢に見えました。内は7番ホーリーライン外16番ガリレイと差がなく続いています。勝ちタイム1分9秒0上がりはゴールまでの 800m46 秒1 600m は34秒7でした。お待たせいたしました。改めてのファンファーレです。札幌11レース第56回農林水産省商店札幌2歳ステークス G3 3番ダークエクリプス競争除外で9頭立てになりました。確定後に返還があります。今年の JRA 北海道シリーズ最後の重賞競争です。一旦各馬ゲートに入って再びゲートに出されて再度の枠入りというところで1番のデューベックややうるさい仕草を見せて再度誘導を受けます。去年はそうだユーバーレーデンのワンツーフィニッシュいずれもクラシックホースとなりました。こちらこちらが待っていてそしてこのカットの最低から羽ばたいていく馬が出るでしょうか。8番ゲートに栗の女神へ4番ゲートの後ろ AT マッキーそしてオンリーオピニオン6番ゲートを誘導されます。芝コースコンディションは良少し日が陰って風が強くなってきました。おっと1番のリューベックゲートの中で立ち上がっていますが大丈夫でしょうか。鞍上をなだめます。係がついていますがさあどうか。ゲートインは当選番のが10番ゲートに誘導を受けて入りました。スタートしました。9頭1コーナーに向かいます。今ジオグリフは最高峰です。2番トップキャストマッチョウも逃げそうです。6番オンリーオピニオン2番手ダッシュがついてリューベック3番手9番ジオグリフは最高峰で1コーナーを回っていきました。9頭が1コーナーをカーブします。2番トップキャストが先頭で1、2コーナー中間です。6番オンリーオピニオンが2番手1番リューベックインコースの3番手これに接近8番栗の女神エース5番手グループ内から4番の AT マクシ外5番雪の王子様今日は中段から2コーナーから間もなく向こう上面に入ります。後ろから3番手10番当選番の並んで7番のアスクワイルドモア9番ジオグリフ最高峰です。先頭からおしまいまでは10馬身ぐらい残り 1000m の標識を過ぎました。向こう上面中間です。2番トップキャスト先頭リード1番シン2番手は6番オニリーオピニオン3番手1番リューベック馬順は変わりません。3コーナーの手前残り800の標識スタートしての 1000m は1分0秒3と計測されて3コーナーに入っています。
8番クリノメガニエースが4番手、5番手が4番 AT マッキー、その後後方からぐーんと9番のジオフリーズ、中段まで上がっていきました。現在先頭まで4馬身の圏内、10番当選番の7番アスクワイルドモアと続いて5番雪の王子様大きく遅れています。4コーナーのカーブ、2番トップキャスト先頭、残り400を切って4コーナーです。6番オンリーオピニオンの2番手、3番手まで9番ジオグリフが上がって4コーナーカーブ直線コースに向かってきます。楽な手応えでジオグリフが先頭に並んで一気に突き抜ける勢いです。200を切ってジオグリフ先頭、粘ってトップキャストオンリーオピニオン2着争いに追い込んでくる当選番の、さらには7番のアスクワイルドモア、しかし関係ありません。9番ジオグリフは突き抜けた、2番手アスクワイルドモア上がってきた、ジオグリフは超降臨、2着7番アスクワイルドモア、10番当選番の3着、9番ジオグリフ最後方から1頭違う手応えで4コーナー進出、得点も楽々と突き抜けました。1分49秒1、2着7番アスクワイルドモア、3着は10番当選番の優勢、上がりはゴールまでの 800m 48秒8、 600m は36秒8でした。札幌2歳ステーク、札幌競馬最終12レース日高ステーク、3歳以上3勝クラス芝 1500m 14頭、1番キュールエサクラは和田龍二騎手、検査のため荻野拓磨騎手に主戦法乗り換わっています。1コーナーポケットの枠入り順調です。残る1頭はイーサンパンサー、これから14番ゲートに促されます。やや小走りにイーサンパンサー14番ゲートに入ってゲートインが終わります。スタートしました。ほぼ揃った飛び出しで各馬2コーナーを目指して先行争いです。内1番キュールエサクラが最内から出そうです。3番のネクストストーリーが2番手につけて周回コースに合流、3番手が8番のコスモエスターダで2コーナーからこれから向こう上面に出ていきます。1番キュールエサクラが先頭です。リード1馬身、3番ネクストストーリーが2番手、8番コスモエスパード3番手、4番手インコースが2番シバルスカイザー、それに接近する4番のマイエンフェルトです。中段前の外目が9番セルフィー、並んで6番ボンオムツッツ、その後ろのインコースが5番のファーストフォリオです。中段のインコース先頭まで5、6馬身、中段よりやや後ろ10番インテンスライトが追走で、7番ケルティックソード、13番湘南アリアダは内に出ています。後ろ3頭やや離れて14番のイーサンパンサー、11番カルリーノ、最後方12番ヤマリンペダラーダです。3コーナーに入って3、4コーナー中間へ、1番キュールエサクラは警戒、600を切ってリード1馬身半、2番手をつけながら3番ネクストストーリー、これに並んでいった8番コスモエスパーダ、4コーナーカーブ、外目から9番セルフィーが4番手から3番手、2番手インコースじっくり構える2番のシバルスカイザーです。4コーナーカーブ、その後ろの列に5番のファーストフォリオがインコース、4コーナーカーブから直線コースに向きます。キュールエサクラ先頭、その外へ持ち出してシバルスカイザー伸びようとしている、並んでいった8番コスモエスパーダ200を切りました。その後セルフィーボンオムテック、外へ持ち出して間を割るか、5番のファーストフォリオ現在 3,4 番との一戦、2番のシバルスカイザー先頭に変わって伸びてきた、5番のファーストフォリオ一瞬の足で捉えた、ファーストフォリオ先頭で合流、2番シバルスカイザー2着3着争い広がりました。10番インテンスライト、11番カルリーノ、8番コスモエスパーダ、さらには9番セルフィーなど続いています。最後は前が開くと一瞬の足、5番ファーストフォリオ、あっという間に突き抜けて2番シュバルツカイザーを捉え切りました。2番シュバルツカイザー2着3着争い接戦、勝ちタイム1分28秒6、上がりはゴールまでの 800m47 秒6、 600m は35秒9でした。